今日はですね、ここですね、なんとか縁側的な場所に、ハンモックを設置してですね、ここでこうゆっくり外の景色を眺めながら本を読むというのをですね、やりたくてハンモックを買って持ってきたんですけども、まだですね、設置できていないので、もうね、26日の金曜日なんですよ。で、あと土日で日曜日はもう昼ぐらいにはここを出たいと思ってるので、まあ、残り2日間ね、有意義に過ごすために、ここに自立式のハンモックを立てたいと思います。それからもう一つですね、上に2階というかロフト的なやつがあるんですけど、あそこにですね、昇降式デスクを設置します。なんかレビューしてくださいっていうことで、提供いただいたやつがあるので、それをですね、置いてですね、上で使ってみて、そのレビュー記事なんかをね、上げたりとかレビュー動画を上げたりしたらというふうに思います。ということで早速設置してみましょう。これが机ですね。めっちゃ重いんですよ。これ佐川のおっちゃんと2人で頑張って運んだんですけど、ね、天板めっちゃでかいし、足がねクソ重かったんですよね。これを階段で上に持って上がるんですけど、1人で持って上がれるかな。もしかしたらこれが原因で岡山で死んでるかもしれません。この動画が上がってるということは大丈夫だということですね。はい。外がですね、だいぶこう夕暮れ時になってきてしまったので、早いうちにですね、ここの縁側的なところにハンモック、こいつですね、設置してやりたいと思います。じゃあ設置してみましょう。じゃあ早速開けていきましょう。まあ、開封の時点もちょっとありますね。はい、よいしょ。はい、こんな感じでケースに入ってましたね。いいじゃないですか、持ち運びが簡単にできる。そうですね、はい、色はブラウン的なやつですけどね。よいしょ、重っ。あ、でもまあまあ一人で全然運べる重さ。はい、これが自立式のポールですね。こいつを立てて、でこいつを引っ掛けるっていう感じですね。じゃあ持っていきましょう。おい、ちょっと早い、めっちゃビニールの梱包が厳重でですね、ビニール剥がすのに10分ぐらいかかる。はい、こちらのハンモックですね。よっしょ、やっと全部ビニールを剥がしました。で、今からですね、立てるんですけれども、こちらのハンモック、BTM っていう会社のね、まあハンモックですね。で、ここに引っ掛けるところがあるので、ここに引っ掛けるんでしょう。どうやってやんねやろ。あ、すごい、めっちゃ簡単。これをこれで止まんの、どうやって止まんの。で、こっちも同じように、以上です。早い。で、あれを開けると、あ、いいっす、いいっす、いいね。よいしょ、よいしょ。これもあとね、父親に2回持ってっとけって言われてるので、いきますか。僕が滞在してる間はこんな感じでですね、ハンモックとして使いたいと思います。おお、よきよき。もうちょっと広げたいな。まだね、思ってたよりもしっかりして、作りがしっかりして。改めましてですが、まあ、こんな感じですね。もうちょっと寝かせようかな。1段寝かせてもいい感じになるんじゃないかと思います。で、まあ、ここからこう外の景色を眺めながら本を読むと、こっちでもいいかもしれないですね。うん、いいっすね。うん、これであと2日延長したいと思います。じゃあ次、机いきましょう。
机はな量が多いからまず物を持って上がるところからやな。よいしょ、あった、重っ、はあ、よし、じゃあ頑張りましょう。ちょっとあれだな、先に肉取っちゃったら、あ、めっちゃ足引っ越すとかめちゃくちゃ重い。よいしょ、これ、なるほどね、ユニットがついてます。これで昇降させるんですけど、このグレールはね、変わっていいですね。よいしょ、はい、昇降ユニットということで、ちょっとずつこうやって上がります。重い、はい、ひとしきり足とかパーツを上に持っていったんですけれども、これプラスのドライバーでプラスのドライバーうちあるかな、これだけが心配。最悪組み立ては明日にしましょう。このだけでもね、あげちゃう。うわー、天板が結構重そう。見てくださいよ、この立派なかけの天板。はい、ということで最後鍵盤運びたいと思います。重い、はい、で行ってきます。じゃじゃーん、全部運びましたよ、2階まで。はい、2階はこんな感じになっております。で、吹き抜けがあって、さっき作ったハンモックもあり、今からですね、ここに、昇降デスクを作りたいんですが、プラスのドライバーをね、ちょっと探さなきゃいけないんで、まあ、探してなかったらですね、車でどれぐらいやろな、1時間ぐらいかけて最寄りのホームセンターまで行きたいと思います。案外もすごいな。はい、じゃーん、ドライバーを発見しました。ピントが合わない。はい、これで机を組み立てたいと思いますが、もうね、ちょっと外が真っ暗になっちゃってですね、これ iPhone がすごい明るさ調整してくれてるから明るく見えますけど、めちゃくちゃ暗いですよ。まあちょっとですね、暗いですが頑張って机組み立てたいと思います。それでは今から組み立てていきたいと思います。
はい、ということで、行きました、昇降デスク。ね、ちょっとケーブルだらんってなってるのは、結束バンドを買ってきて、綺麗にしたいと思います。ちょっと、電源入れてみて、動作テストをしてみたいと思います。はい、じゃあ、早速、行きましょう。はい、かなり高くなりました。天井がね低いんで圧迫感がややありますが、いい感じじゃないでしょうか。ちょっと後でパソコン持ってきて、ここで作業できるか見てみましょうか。はい、ちょっとメモリ機能っていうのがあるんですけど、見てみましょうか。高さを上げてあげて、こんなもんかな。まあ、ちょっとこれぐらいの高さに一旦仮置きをしましょう。これがこの立ちの作業の高さですと。ちょっと高いけど、まあいいや。107センチ。で、これをメモリーで1番にすると、この高さになって、さっき記録したメモリーの2番。で、これを押すと、勝手に座りの高さに下げてくれると。便利ですね。で、当たって作業したいなと思ったら、高さをメモリーで記録しておけば、記録した高さに戻ってくれる。便利ですね。はい。で、竹の合板、めっちゃ重たい、しっかりした。あと足もね、スチール、黒のスチール。で、コントローラーにね、USB のポートもついてるということで、なかなか便利な感じじゃないでしょうか。でもちょっとね、ちゃんとしたレビュー動画、レビュー記事はまた別にあげますが、まあ、こんな感じの昇降デスクができましたということで、オシムラックはもうテレワークのですね、今日金曜日の夜中なので、土曜日は仕事しないんですよね。まあ、なんでちょっとプライベート PC の方での作業をここの昇降デスクでせっかくなんでやろうかなと思います。はい、ということでですね、今日は昇降デスクとハンモック設置をいたしました。岡山滞在3日目の金曜日の夜にして、やっとですね、この滞在で活動したかったハンモック、そしてですね、レビューの依頼を受けていたこの昇降デスクをですね、設置することができてよかったです。あとね、土曜日1日ゆっくりできるのと、日曜日もね、午前中いっぱいぐらいまではここにいようかなと思っているので、まあ、その期間ですね、ハンモック、そして、昇降デスク、行こうかとしたいと思います。ということで、最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは、お願いします。さよなら。